はい、ありがとうございました。改めましてゼロスカーです。紹介ありましたようにですね、4年前に楽器を持ったことない人間でバンド組めって言われて組んだバンドです。なかなか4年経っても上手にならないなってるのかなというのが分からない。4年間ずっと初心者初心者になってますということで、自分たちでハードル下げてるだけですけどね。浴衣ずっと着てます。4年前のポスターですね、一番最初のポスター、浴衣を着てるポスターがあるんですけど、あれが私たちゼロスです。知ってる方、わあ、3万人ぐらい何時ですか記念撮影は良かです。後で LINE で上げるというのをあげてください、はい。楽しくやりましょうということで、今日の活性のためにですね、みんな盛り上がってやっております。ちょっと真面目に真面目に次何やですか。じゃあ続きまして、ゲットバック。メンバー紹介ですけど、
何持ってきたんですか。みかん、みかん投げるの、投げるの。あ、それを小田さん付け火までして、あ、じゃあうまくいったら拍手喝采ということで皆さんよろしくお願いします。さあ、何のメンバー紹介かわからんことになってきたんですけど、ただのナイスキャッチじゃないですか。終わり？あ、もう一度。あ、じゃあ帰ってください。はい、帰ってください。帰ってください。はい、帰ってください。ありがとうございました。山下さんでした。ありがとうございました。続きまして、まだ行くの？まだ出てきた。2階で満足してください。あ、ああ、投げた、お客さん投げた、洗おうんやな。はい、皆さんついてきてくださいね。そしたら続きまして、こういってキボーユッケラ。今日もじゃないですか、これは。予算区ですね。Hey, hey, ho. おい、歌うぞ。 Hey, hey, ho. あ、じゃあ皆さんも一緒に Hey, hey, ho. はい、前のお二人も一緒に歌いましょうか。 Hey, hey, ho. では、 Hey, ho. Hey, hey, ho. 深く考えていく。 Hey, hey, ho. Hey, hey, ho. 全てを吹き飛ばそう。 Hey, ho. Ho, ho. はい、もういいです、もういいです。ありがとう、もういいです。ありがとうございます。はい、皆さんでした。ありがとうございます。お客様、皆さんありがとうございます。皆さんの優しさに感謝です。そして、プラン。さあ、要注意気分です。プラン、ネイコ・マサキ。またガタガタ言いました。出てきた、出てきた。メンバー紹介ですよ。やらい早かった今。ようやく。勝負。あ、山田課長、こんにちは。昨日の合コンは楽しかったですか。え、中ばかりいいな。いらんこと言わんですよ。リーダー、リーダー。イエーイ、リーダー。やっぱステージは緊張しますね。緊張します。めっちゃ緊張。もう緊張してる。昨日寝れなかったです、僕。まさきさん、寝れんやったんですか、昨日。はい、どんくらいですか、寝たの。8時間。爆睡やねん。8時間だよ、バッツリやるんですか。モノマネして帰らない。帰らない、帰ってください。モノマネの先輩ですね。モノマネ、あ、じゃあモノマネします。演歌のモノマネをします。演歌のモノマネ、ビートルズですけど。やっと2位になれたんです。よかった。最後あんまりそういうのやめてくれよ。え、このネタの後に友永さんというか、また一人やったら。そして、ゼロスターズのボーカル、チャン・ドモナガ。すいません、城崎温泉には行ってません。潔白ですから、友永さんは。もうさすがにこの自己紹介やメンバー紹介ですね、変えないといけないと思ってるんですけどもね、はい、なかなかですね、まずダメなんでいいよ。まず初っ端から皆さんついてこれないと思うんですよね、はい、この、はい、そうね。もう2回席まで今日満員ですけども、はい、本当にありがとうございます。最初からここにはいらない。ここにいらってベースのうまくいけるんですよ。また来た。怪しい。まだ昼の12時20分ですけど、ほらやっきりよ、パパさんのやつだ。最後今日は仙台の気配が忘れないけど心配だろう。え
ダメですか？もう一回。ダメ。え、もうだんだん温まってきたし。涙の出よけやめる、勘弁してください。はい、わかりました。じゃあ前に出て。前に出たらせんの。じゃあ皆さん、ご注目ください。我らがリーダーが超絶ソロ弾きます。ジョージ・トレムラー。ビデオが今やったゲットワークみたいな感じのですね。何だと思いますか？はい、正解です。斉藤和義さんです。よくわかるんですね、すごい。ということで、斉藤和義でずっと私が好きだったよ。ずっと私が好きだったじゃないです、ずっと好きだった、ずっと好きだった。Love.
ました。続いて皆さんが好きでした。はい、そういえば言うよ。山田さん、今日山田さん、山田さんの親衛隊が今日見えるんですけど、山田コールが言うてください。ちょ、時間が限界です。ね、いいですね。山田さん、いつもね、来てもらって素晴らしいことです。次はですね、小田さんが何か構えたやつだけど、本日は温泉でビートルズ音楽祭ホールコンサート1日目、ご来場いただきありがとうございます。 ありがとうございます。真面目でしたよ。1階席の、ここに400名入りますけど、今日はちょっと300名えらい控えめですね。300名のお客さん、ありがとうございます。ありがとうございます。どっかのバンドのパクリですか。そして2階席、今日は2階席までお客さんいらっしゃってます。2階席ありがとうございます。放送席がなんかおらずですね。ありがとうございます。200名のお客さん、スタッフでしょ。ありがとうございます。で、ありがとうございます。さらにその上、そどこどこ特別観覧席、観覧席誰のことですか。今日イギリスから、イギリスから、ああ、ね、昨日は話題のイギリスから。誰ですか。我々イギリスから来ました。お腹が偉いこと言うな。エリザベス女王がいらっしゃいます。けれそりゃけれいけれ何の話ですか。以上、ありがとうございます。はい、パラパラの拍手ありがとうございます。ね、気を取り直していきましょうか。で、次はですね、ビートルズではないです。いや、ビートルズです。はい、もう分からんでもないんですよ。メンバー忘れてたから。では次は、楽しくゼロスターズらしく楽しくいきたいと思います。オブラジオブラジオ。Oh,
よしいか、惜しくないのか分かりませんが、ついに最後の曲となってしまいました。声がないでどうすか。いや違います。では最後はですね、これもまた女性2人、パフィービートルズさんとビックリしたパフィーの「これが私の生きる道」。沖縄の拍手をお願いいたします。